グアナドレルは高血圧治療薬である。硫酸塩の形で流通する。グアナドレルは神経接合アドレナリン遮断薬である。グアナドレルの取り込みと交換神経ニューロンへの蓄積はノルアドレナリンのポンプにより行われ、グアナドレルはゆっくり神経末端のノルアドレナリンと置き換わり、神経の興奮によるノルアドレナリンの放出を妨げる。 カテコールアミンの枯渇の結果としての交換神経の興奮への応答としての神経伝達物質の放出の抑制は細動脈収縮の抑制、特に体制の変化により生じる交換神経の緊張の際の反射の増加につながる。グアナドレルは消化管から急速に吸収される。1981年、ジャーナルオブジアメリカンメディカルアソシエーション氏はグアナドレルが 第2段階及び第3段階の高血圧の治療に効果的であると報告した。グアナドレルは、シクロヘキサンが3クロロマイナス1、ニプロパンジオールによって、ケタール化され、2クロロメチルマイナス1、4ジオキシスピロ4、4コデカンを形成することによって合成される。これはさらに、フタルイミドナトリウムと反応する。アルカリヒドラジン分解の後、生じた。 二人意味という体は、二、アミノメチルマイナス一、四ジオキシスピロ、四、ゴデカンに変換し、これが、S、メチル状要素と反応して、グアナドレルが得られる。ありがとうございます。